はい、どうも、すてきひたです。今日はですね、こちらを紹介していきたいと思います。ビッグライズウェポンです。で、こちらはですね、このベルトの方が腰に巻く帯がないみたいで、市販のベルトを使わないと腰に巻けないみたいで、なので、こちらは後日開けることにして、これね、先に開けていきたいと思います。ということで、レッツラゴー 動画撮り終わった後に気づいたんですけど、種類を言ってなかったなと思って、3種類あるみたいですね。はい。なので、今回買ったのは、このベルトと、このアタッシュカリバーっていう武器だけですね。後日、できれば、これも買おうと思うんですが、買えなかったらごめんなさい。はい。ということで、続きをどうぞ。はい。で、この絵をね、開けます。これちょっとひめっこついてないっぽいからね。あー、なるほど。ほんとに、素風日って感じだ。 なるほどなるほど変形はできない感じだよね箱に書いてないから当たり前、ねうんう結構ちっちゃいんだね本当にソフビって感じこれはね多分デラックス買った方が劇中の大きさ的に合うんじゃないかな、うん、でもこれはコレクションアイテムとしてはいい感じだねあれだねあの小学生ぐらいなのでそのくらいの頃にはちょっとギムクとかがなくて物足りないかもしんないけど 戦いこ,ことかには使えそうだね。一周ちょっと見てみようか。こんな感じのよだね。うん。塗装が塗られてんだけど、こっち側に丸い黄色いとこは塗られてるんだけど、こっちは塗られてないって感じだね。まあ、どうせね、この刃のとことか、この黄色いラインとか入れるなら、ここも塗ってほしかったなと思いますね。まあ、でもこれはこれでいいですね。 で中にはねちょっと説明書が書いてないんで箱を取っておきたい人は取っておいていいかもしれないですこの動画をここら辺で終わらせていただきたいと思いますもしこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますということでチャオバイバイ